ちょっと散歩をご覧の皆さん、こんにちは。ちょっとリポーターのアルミカン高橋です。さあ、この番組ちょっと散歩は豊中池田吹田エリアのさまざまな超のつく方に町のいろんな場所を案内していただいて、その町の魅力を再発見しようという番組でございます。いやー、いい番組。はい、ということでですね、今回私がやってきているのは吹田市です。さあ、どんな町が案内してくれるんでしょうか。それでは早速呼んでみましょう。どうぞ。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。はい、第39回吹田産業フェア実行委員長の林です。林さん、はい、お願いいたします。吹田産業フェア実行委員長ということは、今回は産業フェアのご案内なんですね。そうですね、産業フェアの PR を兼ねまして、うん、数ある魅力的な吹田の企業の中から、うん、今日は吹田っぽい、吹田らしい企業さんを紹介させていただきます。お、実行委員長が選んだ企業さんですからね。はい、そうですね。はい、どんな企業さんか楽しみです。では早速行ってみましょう。行きましょう。ちょっと散歩北大阪、今回は言わずと知れたあの企業の商品や大人にも子供にも人気のミュージアムなど、吹田の魅力をたっぷりご紹介します。さて林さん、はい、改めて吹田産業フェアはどんな催しかご紹介いただけますか。はい、はい、吹田産業フェアはですね、市内で活動されている事業所の皆様と吹田市民の方々との触れ合いの場として毎年行っている人気のイベントが吹田産業フェアなんです。例年賛同くださった地元企業が自社商品やサービスの PR ブースを出したり、はい、友好交流都市が紹介ブースを出したり、吹田の商業祭や農業祭のコーナーが設けられる一方、市民の活動団体がステージで日頃の成果を披露したりと、内容盛りだくさんのイベントです。例年およそ3万人の来場者でにぎわう催し物になりました。めちゃめちゃにぎわいますね。そうですね、楽しみですね。そうですね。今年はいつなんですか。あ、今年はね、はい、5月の25日土曜日と26日曜日2日間開催しています。2日間。はい、吹田に住んでてもね、なかなかどんな企業がどんなものがあるのかとか知らないところありますもんね。そうですね、うん、まあ、産業フェアに来ていただければ、いろんな企業を知ることができると思います。楽しみ。吹田産業フェアのお話を聞いているうちに目的地に到着。はい、そんなわけで到着しましたよ。お、ここはマロニーちゃん。はい、マロニーちゃんで有名なマロニー株式会社です。わー、マロニーちゃん大好きです。吹田な企業一箇所目は、どこのご家庭にもあるマロニーちゃんでおなじみのマロニー株式会社。こんにちは。こんにちは、マロニー株式会社の福田さん。はい、よろしくお願いいたします。いやー、ずらっとマロニーちゃんの商品並んでますね。もう全部大好きです。ありがとうございます。いや、本当に私大好きで、うん、もうこれを食べるために鍋やってると言っても過言ではないぐらいなんですけれども、まあ、ブースはどのようなブースをいつも出してるんですか。はい、はい、毎年このような形で、うん、商品を並べてブースを出しております。うわー、こんな感じになったら皆さん人気のブースなんじゃないですか。そうですね、うん、まあ、産業フェアもコロナ禍の時には、うん、みんながね、集まるわけにいかなくて、うん、はい、オンラインで行ったんですけども、うん、その時に吹田の企業を知ってるクイズっていうのをやりまして、うん、でマロニー株式会社さんにもご協力いただきまして、うん、大変好評でした。あ、そっか、そうやってコロナを乗り切ってたんですね。そうですね、うん、会社案内から、クイズなどして商品をご紹介していただきました。うん、その時はどの商品を紹介したんですか。こちらのスープマロニーちゃんになります。これも私食べたことあります、うん、本当ですか。めっちゃ美味しいし、ヘルシーやから女性には特に嬉しいんですよね。はい、こちらの商品、ショート麺になってまして、はい、すごく食べやすいとご好評いただいております。いや、でもね、全部知ってると思ったら、私これ初めて見ました。サラダが変わる新食感プチプチ海藻麺。はい、こんなのもあるんですね。はい、こちらのプチプチ海藻麺、今回試食をご用意しておりますので、よかったら召し上がってください。え、試食食べていいんですか。はい、いや、嬉しい、お願いします。はい、ということで、プチプチ海藻麺を使ったちらし寿司をいただきました。ということで、ご用意いただきました。すごい綺麗。
ございます。なんかキラキラしてちょっと宝石みたいですよね。可愛い見た目も、はい、うわすごいプルプル。うん、おいしい。プチプチして新食感です、はい、口の中がパーティーやCM で使ってもらえないですか考えます。ありがとうございます。プチプチ海藻麺なんですけど、海藻のぬめり成分からできておりまして、ヘルシーで水洗い不要で、そのままトッピングしてお召し上がりいただけます。水洗い不要やったらもう本当に冷蔵庫から出してパッと乗せたらいいでしょ。そうですね。これ主婦の味方ですね、はい、サラダやスープなどにトッピングしてぜひお召し上がりください。うわーいい、これもう絶対常備しておきます。ありがとうございます。いやーめっちゃ美味しいし綺麗やし、ね、いやこれ美味しいな、視聴者さんにも食べさせてあげたいな。でも無理かな。今日は高橋さんに来ていただいたので、はい、こちらのプチプチ海藻麺は用冷蔵商品となっておりまして、ちょっと難しいんですけど、こちらのマロニーちゃん180をプレゼントしたいと思います。視聴者さんにプレゼント、はい、いいんですか、はい、視聴者さんやりましたよということで、こちらプレゼントということでね、ありがとうございます、はい、では最後に PR をお願いします。こちらのプチプチ海藻麺なんですけど、販売店ほかマロニーのオンラインショップでも販売しておりますので、ぜひお買い求めください。絶対買います。福田さんありがとうございました。ありがとうございました。全部食べて帰ります。次に訪れたのは、はい、こちらアサヒビール工場内にあるアサヒビールミュージアムにやってきました。アサヒビールミュージアム、はい、ビール大好きですよ。もう早速行きましょう、はい、早速、ね、はい、こちらは、産業フェアの当日もツアー見学を予定してまして、うん、お世話になってますんで、うん、もうぜひ楽しいツアーになりますんで、うん、一旦ちょっと今日見に行ってみましょう。わかりました、はい、行きます。こんにちは。こんにちは、工場長の川口です。よろしくお願いします。こちらこそ今日よろしくお願いします。川口さん、こちらのミュージアムはどういった施設なんですか。はい、こちらはですね、はい、アサヒビールの過去現在未来をめぐって、最高の美味しい一杯にたどり着いていただくという施設になっております。体験型のミュージアムです。うーん、めっちゃ魅力的な施設ですね。後ろにはこうやって歴史なんかも。そうなんですよ。ここ吹田工場は、アサヒビールの前身の、大阪ビールの一番最初のビール工場なんです。吹田にビール工場ができたのは、この地の、水が豊富だったこと、そして神崎川の水運だとか鉄道の輸送が便利だったからなんです。まさに吹田やったから美味しいビールが生まれた。そうです。なんか嬉しいな、はい、ね、そういったのが展示されてるんですか。そうですね、体感型のミュージアムですので、うん、小さいお子様方にも楽しんでいただけます。もう楽しみしかないです。どんどん先行っていいですか。 ありがとうございます。お願いします。お願いします。こちらはですね、パネルで歴史を見ていただけるように展示をしておりまして、はい、入り口のこの、左側にはですね、ショップもございます。お土産が買える、はい、キーホルダーだとか T シャツだとか、はい、いろんなものを売ってます。そしてここの会場に来ていただきましたら、一番最初にシアターで、まず映像をご覧いただけます、ここでですね、吹田の魅力も、存分に、感じていただけるかなと思います。立派なシアターもある、はい、そうですね。これ何ですか。これはですね、今年発売しました、うん、アルコール 3.5% のスーパードライ、ドライクリスタルという商品です。めっちゃいい、はい、ちょっとアルコール弱いっていう人でも飲みやすい、うんうん、そうなんですよ、うん、はい、もうこちらすごく飲みやすくてですね、うん、そしてスーパードライほど酔っ払わないという、うん、画期的な美味しいビールです、うん、ちょっと次の日朝早いわっていう時とかね、はい、そうです、そうです。うわ、はい、こちらはですね、アサヒゼロと言いまして、うん、本当のノンアルコールのビールになっています、うん、一度ですね、ビールを作ってでアルコールを抜くという作業を行ってましてですね、そういう本格的なビールの味も楽しんでいただける、全く酔っ払わない
めっちゃ手間じゃないですか、はい、でもそうなんですよ。ビールを作ってアルコール抜くってもったいない気もするけど、そうですね。でも、うん、あえて味を追求してというところで、今あの関西限定なんです、はい、いやこれも試してみたいですね。ぜひお試しください。飲めない方も、うんうん、このビールの本格的な美味しさを味わえる、はい、すごいな、どんどん進化してますね、はい、ありがとうございます。今から工場見学ご案内します。ワクワクするの？楽しんでいただけると思います。え、ここからがメインなんですか？そうです、そうです、ここからメインになります。まあ、こちらはですね、原材料の、説明するエリアになっています。はい、あのビールは麦、ホップ、そして美味しい水を中心に、はい、原料で、ね、そうです、そうです。ぜひ触ってみてください。触ってみてください。わあ、そう、意外と麦触ったことなかった。うん、匂い嗅いでみてください。香ばしい、香ばしい香ばしい。そうなんですよ。これ、うん、あの焙煎、はい、しててそれを乾燥させてるんですね。はい、でこちらで、うわ、何これ、はい、仕込みの工程を説明するエリアになってます。でここはですね、 VR で、うん、あの酵母になった気分で発酵を体験していただける。酵母になった気分でそうです、そうです。タンクの中にダイブしたの、はい、そんな体験を。酵母になれるんですか？すごいな。すごい楽しんでいただけると思います。はい、うわー、何ですか、なんかアトラクションみたいな感じになってきましたねこの後はミュージアムにある驚きの施設、たまらないですねこれ。第39回吹田産業フェアの魅力に迫ります。今回ちょっと散歩しているのは吹田、吹田産業フェアに参加している企業を巡っています。ここは何の工程をするところなんですか？ここはですね、はい、あちらで充填したビールをですね、ここラベルを貼る機械です。なるほど。はい、これを一周回る間に表のラベルと裏のラベルを貼り付けます。へえ、回りながら貼り付けていく。そうです、そうです。これ1分間に600本、600本、はい、できるんですよ。ラベルをつけられるんですか？はい、製造もそうなんですけれども、はい、ここがスーパードライゴーライドの。ゴーライド？え、そうです。どういうこと？ゴーライドエントランスって書いてある。そうです。本当にこれテーマパークなんですか？何でした？何何？ちょっと怖いんですけど。え、行っていいですか？座ってください。お座りください。え、ここは何ですか？どうも。どういうスペースなんですか？ここはですね、はい、スーパードライゴーライドという施設です、はい、スーパードライの缶の上に乗った気分で、スーパードライの、あの充填工程のスピード感とか、なんかリアル感を味わっていただく体験型、体感型のコンテンツとなってます。面白いこと考えますね結構楽しいんですよ、迫力あります。でもちょっと怖い怖い早速体験。でも視聴者の皆さん、ごめんなさい。このスーパードライゴーライドは来た方だけのお楽しみということで、こちらの映像などは映せないということで、私らのリアクションだけで皆さんお楽しみくださいはい、ちょっとリアクションでお願いいたします。はい、ではお願いします。目の前には出来たてのビールを詰めるラインが見えています。おー、すごいすごい。え、なんか動いてるような感覚になる。はい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 、はい、それでは、いよいよスーパードライになった気分で今から始まります。はい、ゴー。おおおー、うわ、え、ちょっと待って、ちょっと待って、振動が、振動が、え、え、浮いてるこれ。おー、すごい、上に上がってる、上に上がってる。ありがとうございます。ここ、しかも
もさっきね工場見学で見てたから、うわ、はい、あそこやみたいな出口しかと、そう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 、で全方向がこれスクリーンになってるから、はい、本当に臨場感がすごくてめっちゃ迫力ありましたありがとうございます。アルミ缶の上にアルミ缶アルミ缶なりましたさすがありがとうございます。アサヒビールミュージアム、最後に訪れたのはお客様が最後に来られるあのカフェエリアとなってます。あのスーパードライ、マルエフだけでなく海外の製品も試飲していただくことができます。ノンアルだとかソフトドリンクもございます、うん、じゃ車で来てる方も楽しいですね、はいはい、そうですね。こちらはエクストラコールドといいまして、うん、スーパードライをマイナス2度でサーブする、はい、サーバーになってます、はい、実はですねこの泡の上に泡アートというものを、ラテアートは聞いたことあるけど泡アート初めて聞きましたよ。そうですね、ぜひ体験してみられませんか。もちろん見たいです、はいはい、泡もいい、クリーミー、マイナス2度なんで余計にクリーミーなんですよ。いや、え、どういうこと、ここの機械で、はい、おうおうおう、え、すごい、本当にプリンターみたい。あ、そうなんです。え、もうできたの？はい、出来上がりました、はい、ありがとうございます。見てください、見てください、見てこれ、アサヒビアミュージアムってこんな綺麗に印刷できるの？ここだけのかわいい。またこの先も取材があるということで、ノンアルコールビールで乾杯を、はい、乾杯しましょうか。させていただきます、はい、乾杯、うん、どうですか？おいしい、ビールや、ね、ほんまにおいしい、ビールや、ビールや、え、はい、いや、ノンアルコールビールってちょっと物足りないっていうイメージがあったんですけど、まさにビールでしょ、本当にビール、はい、いやでもこの楽しさを視聴者の皆さんにもっと伝えたいんですけどね、なんかないかな、なんかせっかくお越しいただきましたので、はい、プレゼントを視聴者の皆様にお渡ししたいと思います。いいんですか？アサヒビールミュージアムで販売しておりますキーホルダー2個セットで5名様に、はい、プレゼントさせていただきたいと思います。皆さんぜひご応募ください。次に訪れたのは吹田商工会議所。改めて林さんに吹田産業フェアについてお話を伺いました。吹田産業フェアに出展されるですね、企業さんの紹介をしていただいてもいいですか？はい、そうですね、はい、今日ですね、参加する企業さんを回っていきましたけども、うん、まあ、今日回ったマロニーさん、マロニーさんね、はい、アサヒビール、はいはい、大光薬品さん、あ、大光薬品さん、ラッパのマークの、そうですね、セイロガンとおなじみ、はい、京阪産業株式会社さん、はい、こちらは小田市とか、そうですね、こちらの出汁です、ね、調味料、はい、いいですね、はい、あと、まあ、ヒロコーヒーさん、ヒロコーヒーさんもすごい有名ですよね、はい、そうですね、美味しいコーヒー、はいはい、あとテテさんですね、テテさん、はい、こちらはシャンプーなんですかね、ね、まあ、散髪みたいなこともやってるし、こういった商品も売るんです、ヘアケア商品の、はい、企業さんですね、はい、あとは、うん、オリオン商品工業株式会社さんですね、こういった化粧品の会社です、はい、なるほどな、はい、たくさん出展されるんですね。どれぐらいの企業さんが参加されるんですか？はい、フードコートも合わせてですね、約70、企業さんとかが、まあ、参加されます。70ですか？そうですね、はい、それはめちゃめちゃ大規模ですね。そうですね、うわ、はい、当日楽しみですね。はい、成功を祈っております。はい、ありがとうございます。はい、本日は林さんありがとうございました。 ありがとうございました。最後に大光薬品株式会社会長で吹田商工会議所柴田仁会頭にお話を伺いました。柴田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回吹田産業フェアの取材ということで、林さんにいろいろとお話を伺いまして、吹田の企業さんにも伺わせてもらいました。素敵な企業さんいっぱいですね。はい、ありがとうございます。おかげさまで吹田産業フェアはですね、吹田のいろんな事業所さんにご参加いただいて、まあ、市民の皆さんに知っていただくということでやっております。コロナ禍でですね、開催できなかった年やオンラインでしかできなかった年もあったんですが、
無事ですね、今年で39回目を迎えることになりました。39回、すごいですよね。大幸薬品さんも出展されるんですよね。はい、第1回からしっかり出させていただいております。実は私の父がですね、商工会議所の工業部会長の時にですね、吹田のいろんな事業所さんですね、工業を含めていろんなところを市民の皆さんに知っていただこうということで、吹田産業フェアの前身であるですね、我が町吹田の産業展というのを開催いたしました。でそれが第1回なんですが、大幸薬品もその時からずっと出展させていただいて、おかげさんでラッパのマークのエロガンとか、はい、もうめちゃめちゃ知ってます。吹田の会社であることで、はい、皆さんに知っていただくことができました、はい、なるほど。第1回のこととか覚えてはりますか？そうですね、私がまだ、会社で入って、まだそういう管理職の立場の前ぐらいでしたけども、子供連れてですね、出展会場へですね行ったことをよく覚えております。すごい、産業フェアはじゃあお父様の企画から始まってずっと続いてきてるって素敵ですね。ありがとうございます、うん、初めは製造業とかそういう方だけだったんですが、その後農協さんですとかですね、商業団体連合会さんとかいろんな団体も加わっていただいて、で市民の皆さん来ていただいたら、身近なものも、商業的なものが全部入ってですね、総合的な、吹田産業フェアというふうに生まれ変わって今日に続いております、はい、吹田商工会議所としてこれからどう吹田を盛り上げていきたいというような展望はありますか？そうですね、吹田商工会議所の会頭という立場ですので、吹田産業フェアの、今ですね推進協議会というところの会長を仰せつかっておりますが、地域の皆さんとですね、吹田の商工業をつなぐ役割としてですね、これからまだまだ発展させていきたいと思いますし、父親の意思を継がせていただいていることで大変名誉に思っております。すごい素敵です。いやでも本当に産業フェアに行くことで自分の町にあるいろんな企業が発見できるっていうのすごいいいですよね。いい機会ですよね。特にですね、大企業だけじゃなくですね、小さい地元で頑張ってる企業、これにも市民の皆さんに応援していただきたいし、ご紹介もさせていただきたいです、そうすることによってやっぱ地域の、商工業が発展して、町が盛り上がるんじゃないかというふうに期待しております。なるほど、産業フェア楽しみですね。はい、ありがとうございます。今回は吹田産業フェアを通して吹田のいろんな企業をちょっと散歩しました。ええー、なあ吹田、ええー、なあ北大阪。